春風香る阪神競馬場に早くもスターホースたちが集結しました。いざ古馬王道の主役をかけて G1 大阪杯まもなく発走です。さあ最後は大外枠のロードデルレイ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。まずは先行争い、何が行くでしょうか。ハーファン前に行きそうです。エピファニー、それに続いています。さらにはスタニングローズ、10番プラダリア、その後ろ先手を取ったのはハーファン、これに続くのがローシャムパーク、内からはソウルオリエンス、その外にリカムカブール、緑の帽子ベラジオオペラ、その後ろキラーアビリディ、そのうちに続いています。並んで3番ジオグリフ、ここにステラベローチェ、すぐ後ろにタスチェーラ、その隣にハヤヤッコ、すぐ隣にロードデルレイ、内からはルージュエバイエ、しんがりからミッキーゴージャス。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さあ先頭はまだ9番ハーパー、2番手はローシャムパーク、間を挟んでエピファニー、3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はハーパー、その外からはローシャムパーク、離れてスタニングローズ。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭はローシャムパーク、残り 200m を通過して、ここで後続が襲いかかる。2番手はロードデルレイ、ローシャムパーク先頭、ローシャムパークゴールイン、2着はロードデルレイ、3着にタスチェーラ、勝ったのはローシャムパーク、このレースを制したのはローシャムパーク。スタートしました。プラダリア、これはいいスタートを切りました。ローシャムパーク、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくスタニングローズ行きました。続いて前へ行くのはプラダリア、さらにはローシャムパーク、9番ハーパー、その後ろ先手を取ったのはプラダリア、大きく離れました。エピファニー、リカムカブール、それに続きますソウルオリエンス、上がっていきました。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。すぐ後ろにベラジオオペラ、並んで12番ミッキーゴージャス、ロードデルレイ、すぐ後ろ内からはタスチェーラ、その隣にステラベローチェ、ここにジオグリフ、すぐ後ろにキラーアビリディ、オレンジの帽子ルージュエバイエ、その後ろ 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペースです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。前はプラダリア、スタニングローズ、ほとんど差がありません。ハーパー3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はプラダリア、スタニングローズ、その後ろ、その外からはハーパー、ソウルオリエンス、その後ろ4コーナーをカーブして、さあこれからです。ベラジオオペラ先頭、外からロードデルレイ先頭、200を切った、先頭は依然としてロードデルレイ、2番手はベラジオオペラ、ロードデルレイ先頭だ、ロードデルレイ、ロードデルレイ1着、2着にはどうやらベラジオオペラ、3着にジオグリフ、ロードデルレイ見事このレースを制しました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ花を切るのはどの馬か。プラダリア、前に行きそうです。スタニングローズ、それに続いています。もう一度先頭から見ていきましょう。ハーパー先手を取りました。エピファニー、そのうちに続いています。すぐ後ろにスタニングローズ、並んで10番プラダリア、ローシャムパーク、それに続きますリカムカブール、すぐ後ろ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。ロードデルレイ、上がっていきました。内からはキラーアビリディ、黒の帽子ジオグリフ、その後ろ、その外にタスチェーラ、その隣にベラジオオペラ、すぐ後ろにソウルオリエンス、並んで5番ステラベローチェ、その外からミッキーゴージャス。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペースです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。ここでローシャムパーク先頭に変わりました。ハーパーほとんど差がありません。ロードデルレイ3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はローシャムパーク、ハーパー続いています。その外からはロードデルレイ、ベラジオオペラ続いています。さあ直線に入りました。これからの勝負、ローシャムパーク先頭、外から追い上げてくるロードデルレイ、残り 200m を通過して、ロードデルレイ先頭、ベラジオオペラ迫る、ベラジオオペラ抜き去る、ベラジオオペラ、ベラジオオペラ1着、2着にはどうやらステラベローチェ、3着にロードデルレイ、勝ったのはベラジオオペラ、このレースを制したのはベラジオオペラ。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。まずは先行争い、スタニングローズ前に行きそうです。ローシャムパーク、
それに続いています。もう一度先頭から先手を取ったのはハーパースタニングローズ、そのうちに続いています。さらにはエピファニー、その外にプラダリア、その外からローシャムパーク、内からはソウルオリエンス、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その外にリカムカブール、内からはジオグリフ、青の帽子タスチェーラ、その後ろ、ここにつけたのがステラベローチェ、ここにベラジオオペラ、隣にはロードデルレイ、この集団にミッキーゴージャス、これに続くのがキラーアビリディ、その外にルージュエバイユ。1000メートルを通過しました。ここまでほぼ平均ペースです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。前はハーパー、2番手はリカムカブール、プラダリア3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はハーパー、リカムカブール続いています、プラダリア続いています、内からはスタニングローズ、その外からはタスチェーラ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ハーパー先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。残り 100m、 ロードデルレイ抜けた、2番手はタスチェーラ、ロードデルレイ、ロードデルレイ1着、2着にはどうやらタスチェーラ、ロードデルレイ、見事このレースを制しました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ花を切るのはどの馬か、プラダリア前に行きそうです。ハーパーそれに続いています。さらにはエピファニー、13番リカムカブール、その後ろ先手を取ったのはプラダリア、スタニングローズ、それに続きます。その外からローシャムパーク、ソウルオリエンス、そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その外にベラジオオペラ、内からはジオグリフ、その隣にステラベローチェ、その外にロードデルレイ、青の帽子タスチェーラ、その後ろミッキーゴージャス、すぐ後ろ内からはハヤヤット、その外にルージュエバイユ、最後方にキラーアビリディ。1000メートルを通過しました。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。ここでハーパー先頭に変わりました。2番手はエピファニー、プラダリア3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はハーパー、離れてエピファニー、その隣からはリカムカブール、その外からはローシャムパーク。さあいよいよ直線の攻防、ハーパー先頭、2馬身から3馬身引き離す、タスチェーラ手応えは悪くない、残り 200m 一気に後続が差を詰める、一気にタスチェーラ、ハーパー先頭だ、タスチェーラ、タスチェーラ1着、2着にはどうやらハーパー、勝ったのはタスチェーラ、このレースを制したのはタスチェーラ。各馬揃ったスタートです。先行争い何が行くでしょうか。ハーパー前に行きそうです。エピファニー、それに続いています。さらにはプラダリア、4番スタニングローズ、その後ろ先手を取ったのはハーパー、その後ろからはリカムカブール、内からはベラジオオペラ、その外にローシャンパーク、さらにはロードデルレイ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、ジオグリフ、そのうちに続いています。その隣にピラービリディ、その外からステラベローチェ、赤の帽子ソウルオリエンス、その後ろすぐ隣にタスチェーラ、隣にはミッキーゴージャス、内からはルージュエバイユ、最後方にハヤヤッポ。各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。前はハーパー、ハーパー後続を引き離していく、2番手はプラダリア、エピファニー、3番手後続も追い上げていきます。さあ先頭はハーパー、リカムカブール続いています、プラダリア続いています、内からはエピファニー、その外からはローシャンパーク、4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってロードデルレイ、突き放しにかかります。残り 200m、 ロードデルレイまだ離す、まだ引き離す、2番手はミッキーゴージャス、ロードデルレイ1着、ロードデルレイ完勝、2着はソウルオリエンス、3着にミッキーゴージャス、勝ったのはロードデルレイ、このレースを制したのはロードデルレイ。スタートしました。各馬揃ったスタートです。まずは先行争い、プラダリア前に行きそうです。ハーパーそれに続いています。もう一度先頭から見ていきましょう。スタニングローズ先手を取りました。並んで9番ハーパー、その隣にプラダリア、エピファニー、そのうちに続いています。ローシャムパーク、それに続きます。内からはソウルオリエンス、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、その後ろからはミッキーゴージャス、内からはジオグリフ、
赤の帽子ステラベローチェ、その後ろロードデルレイ、それに続いています。並んで13番リカムカブール、内からはキラーアビリディ、その外からベラジオオペラ、さらにはタスチェーラ、並んで14番ルージュエバイユ、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。ここでハーパー先頭に変わりました。2番手はスタニングローズ、プラダリア3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はハーパー、離れてプラダリア、その外からはローシャムパーク、内からはエピファニー、ロードデルレイ、その後ろタスチェーラ、続いています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わったステラベローチェ、外からロードデルレイ、200を切った。先頭は依然としてステラベローチェ、2番手はロードデルレイ、ステラベローチェ先頭だ。ステラベローチェ1着、2着にはどうやらロードデルレイ、3着にタスチェーラ、ステラベローチェ見事このレースを制しました。